はい、皆さんこんにちは。これから、民主主義の台頭、スコットランド独立住民投票を追うという、そういった特集の第2回目を開始いたします。私は日本海賊党、暫定代表の須澤と申します。よろしくお願いいたします。隣にいらっしゃいますのは、希望の街東京院東部代表の林田力さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、林田力さんはですね、この、希望の町 東京院東部の代表でありながらですね、最近日本海賊党のサポート会にもなっていただいたということでですね、今日は、私と一緒にナビゲーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、まず最初に、その林田さんの方でね、軽く自己紹介をお願いしたいと思います。はい、はい、お願いします。どうも、江東区に住んでいる林田力と申します。リキッドデモクラシーの力です。というのは嘘ですで、私はもともとマンションの、まあ、裁判闘争をやっておりまして、まあ、そこから社会問題に、まあ、目覚めたという立場でして、まあ、その後、まあ、江東区で、まあ、市民運動の活動をしている中で、まあ、希望の街東京院東部という、まあ、江東区や足立区、八角区などを、まあ、中心とする東部地区で活動する団体を立ち上げまして、まあ、活動しております。で、まあ、元々マンション建設反対運動など、まあ、そういうところから、まあ、始まっておりますので、まあ、そういう企業の、まあ、金儲け中心で地域を壊すというような、まあ、そういうあり方に対して、まあ、疑問を持っております。なので、まあ、スコットランドの独立運動というのも、まあ、そういう視点から興味を持っております。はい、ありがとうございます。はい、大柴健太郎さんですね、現在エジンバーの方にですね、いらっしゃるんですが、大柴さんから第一声のですね、レポートが届いておりますので、まずはその動画をね、見ていきたいと思います。それではどうぞ。日本の皆さんこんにちは、大柴健太郎です。僕は今エディンバラというところ、スコットランドの首都に来ています。9月18日に行われる、独立をかけた住民投票なんですけれども、その取材に参りました。ここは、まあ、スコットランドのエディンバラの有名な大通りなんですけど、今賛成派と反対派、独立賛成派と反対派が拮抗していてですね、結果がどうなるのかわからないような状態ですけれども、すごい、まあ、18日に向けて今、両派が、激しい、候補合戦を、行っております。賛成派はですね、何を言ってるかというと、まあ、今スコットランドはイギリスの一部で、でその、議会 その選出の議員が少ないので、例えば今イギリスは保守党ですけれども、スコットランドからの、選出の保守党の議員は49人中1人しかいません。そのような状況でですね、スコットランドの民意が無視されたまま今、ウェストミンスター中央議会でが、動いているということになります。スコットランド人は一番そのいけないというふうに思っています。で反対派はですね、まあ、ポンドが下落するだとか、経済が成り立たなくなる余裕というようなことを気にしています。まあ、そういったところでですね、今拮抗しているんですけれども、これからどうなっていくのか、今最近の一番最近のデータですと、独立賛成派が 49%、 反対派が50% ということで大変拮抗しております。今日はですね、エディンバラの公園で、独立賛成派の、集まりがあるということなので、これから行ってこようと思います。すいません、ちょっと詳しい解説ですとか、住民投票の経緯はまた、後日お送りさせていただきたいと思います。また、レポートします。エディンバラからでした。はい、大柴健太郎さんが現地から送ってくれたレポートですね、第一声のレポートをご紹介いたしました。今のレポートの中であれですね、ポンドが下がるというような話をされてましたよね。はい、
これはなんかどういったことなんでしょうかね。単純に、まあ、イギリスという、うんうん、まあ、ユナイテッドキングダム連合国という大きな国があったのが、うんうん、まあ、その3分面積では3分の1を占める、うんうん、まあ、国が出ていっちゃいますと、そうですね、当然国力は少なくなります、うんうん、まあ、そうすると、まあ、他の国に比べると、まあ、経済、まあ、この国の経済大丈夫かなということで、うんうん、まあ、ポンドの価格が下がってしまうと、うんうん、だからドルや円と比べて、まあ、ポンドというのは、まあ、信用ならない、危ないんじゃないかという話になります、うん、まあ、特にスコットランドの北側に北海油田という、まあ、イギリスにとってはドル箱の油田がありますので、うんうんうん、それがスコットランドのものになってイングランドに入っておかなくなったとなった場合は、うん、まあ、経済的に、まあ、大きな打撃を受けると。ああ、そうですよね。まあ、要するにその、まあ、あのアラブのような、ね、はい、形で、あの油田があるから、はい、それでその、国の信用が、ね、保たれているという状態を考えると、はい、やっぱりそのなくなるとですね、はい、これは大変なことになるということですよね、はい、うん、で、まあ、そのポンド自身が下落するとは別にスコットランド独立問題では、うんうん、まあ、大きなテーマとして、うんうん、スコットランド人がもし独立した場合、まあ、独立した日から国の通貨をどうするかという、うんうん、まあ、問題があります。なるほどね、うん、要するに自分の国の通貨じゃなくなると、はい、通貨のものを通貨の管理権というのは、はい、国が持っているわけですから、はい、そうするとイギリスから独立するとですね、そのポンドは自分の国の通貨じゃなくなるということですよね、はい、はいはい、うん、で、まあ、自分で通貨を作るというのが一番、まあ、オーソドックスな、うん、まあ、定石なんですけど、うんうん、今独立派は何を言ってるかというと、うんうん、むしろポンドをこのまま使いたいと言っています、うん、なるほど。でイギリス側はそんなのは嫌だと、うん、まあ、自分の責任を負わないところに通貨だけ使わせるっていうのはありえんと、ね、まあ、言ってて、うんうん、そこは対立があります、うんうんうん、確かになんかイギリスから見ると身勝手なですね気がしますですよね、はい、うん、なるほど、まあ、結局そういった、まあ、ポンドの、その価値が下がるということは、はい、まあ、あのやっぱりそのイギリス全体だけはなくてね、結構そのポンドっていうのは世界的に流通はしてますよね、はい、そういった意味で世界経済に与える影響も結構大きいということになりますよね、はい、うん、なるほどね、うん、まあ、そういったの、まあ、経済的な影響だけじゃなくてですね、まあ、根本的なものとしましてね、やっぱりその独立ということがね、はい、そんな簡単にできるのかと、はい、いう問題もあると思うんですが、はい、なんか例えば日本でですね、急にその北海道が独立したいと言ってもそれは認められませんよね、はい、スコットランドが独立をしたいということでね、そういった住民投票をしたい、まあ、その結果ですね独立になったとしてですね、はい、それはちゃんと認められることなんですかね。うん、まあ、その、まあ、元はイギリスの特質として連合国という形になっていまして、うんうん、スコットランド自身も、まあ、国だったんですよ、うんうん、で今も国として一応国と国とが連合した連合国だという枠組みですので、そういった意味で全く北海道が独立するとかいうのとは違う話になります、うんうんうん、なのでスコットランド独立しても、うんうん、元首は誰かといったらエリザベス女王なんですよ、うんうん、そこはもうスコットランド王にしてイングランド王なので、うんうんうん、そこは全然問題ないんです。まあ、まあ、そういった意味でそのイギリス その連邦といいますかね、はい、そういったものとの一体性はありながら独自の動きを、ね、していきたいということだと思うんですけども、はい、ただあれですよね、とは言っても、イギリスの各政党はみんな反対してますよね、はい、国政政党の、うん、まあ、保守党、労働党、自由民主党は全て反対してます、うんうん、まあ、労働党ってのは結構その、そのスコットランドから、ね、はい、廃止された議員も多いんですけども、はい、だからといって労働党が賛成するじゃなくて、はい、やっぱり反対に回っちゃってるんですよね、はい、うん、まあ、それは党の、まあ、党の通り党略的な立場として国政政党として考えた場合、うんうん、もしスコットランドの議席がなくなったとしたら、うんうん、まあ、労働、まあ、スコットランドは結構労働党の評伝というところが国政レベルであるので、うんうんうん、もしスコットランドを独立したらイングランド残ったイングランドの中での労働党の勢力っていうのはものすごい減ってしまうと、うんうん、まあ、だから嫌だという、まあ、かなり、まあ、エゴ的な感じなんですけど、うんうん、まあ、同じことはイギリスの労働党系と言われているガーディアンという新聞も同じのことで、うんうん、スコットランド独立は嫌だに対して否定的な感じですね、うん、ガーディアンの論調は。あ、やっぱりそういったマスコミの方も反対してるんですよね、まあ、国家レベルだと、うん、なるほどね、うん、でもそれにもかかわらずね、はい、これだけその独立のですね運動が高まってると、はい、これも不思議な気がしますよね、はい、なんかやっぱり地方の政党が、はい、地域の政党が頑張ってると、はいはい、そうなんですよね、うん、
まあ、日本でちょっと考えられないですよね、それはね、まあスコッ、うん、まあ、イギリスはそういった連合王国なんで、もともとすでにスコットランドには独自の議会があって、しかも独自の、うん、その議会っていうのは独自の法体系を持ってる、うん、で日本の条例みたく本当に法律の枠内だけでちょこちょこっとやるっていう話じゃなくて、うんうんうん、一応独自の法体系を持ってるんですよ、うんうんうん、なのでもうかなり議会っていうのは立法をやっていて、そこの議会の中に地域政党というのはそれなりの議席を持ってると、うんうん、なるほどね、うん、だからまあまあ、そういった政治的には、独立してもそんなにその、いろんな問題がすぐ発生するというのではないかもしれないというところですね、はい、政治的にはね、はい、ただ、さっき言いましたような経済的、金融的には、はい、まあ、すごいもう大ショックになってですね、はい、いろんなその問題が発生するんじゃないかという気がしますですね。で、まあ、確かに賛成派の方は多いんですけども、じゃあそういった方たちがね、その独立の、その独立が決まってですね、はい、それその後の道筋について、はい、なんかその、はっきりとしたその、工程をねちゃんと考えてるって方言うとどうなんでしょうかね、はい、なんかそこでは疑問な気も、まあ、まあ、先ほども申し上げた通り、うんうん、イングランドとスコットランド別々の、まあ、議会があって法体系でやってますので、うんうん、今の時点ですでに別々の道を歩んでるんですよ、うんうん、イギリスというのは、まあ、サッチャー政権ができてから以来、いわゆる新自由主義政策、うんうん、まあ、市場原理主義的な政策を進めまして、うんうん、まあ、民営化だとかをやりまして、うんうん、で金融に関しては大体な規制緩和して、ロンドンが、まあ、金融のセンターになりました。うんうん、ただし、うんうん、ウィンブルドンのテニスと同じで選手はみんな外国から来るというような国内産業は全然空洞化して、その金融の、まあ、センターとして利益、国の経済を上げるっていう、うん、もうイングランドはもうそういう形になりました。なのでトニー・ブレアの労働党政権ができましたけど、うんうん、ブレアさん自身も労働党なんだけど別に福祉国家を復活させるというわけでは必ずもなくて、うんうんうん、むしろ新自由主義的な改革をどちらかと進めると、うん、そうなの、労働党のようにそういった改革を進めてるんですか、はい、逆にそういう立場だからこそ、うんうん、まあ、政権取れたっていうところもある。あ、なるほどね、はい、だから、うんうん、もう昔ながらの既得権益保護だけにやっていたら、うんうん、もう成り立たないっていう、イングランドはもうそういう方向に舵切ってます。あ、なるほどね、ところがスコットランドはこのサッチャー政権、うんうん、ブレア政権とかあった中でも、うんうん、まあ、大学の無料化だとか、うんうん、まあ、まあ、医療費削減、医療費の、まあ、その患者の方の、まあ、廉価に抑えるとか、うんうん、まあ、そういうことを福祉国家を維持してるんですよ。うん、なのでもうイングランドともうスコットランドの別々の方向すでに向いてるんですよ。あ、今の段階でそういった状況なんですね。はいはい、うん、で、まあ、イングランドの方はまあ金融規制がまでやりましたけど、リーマンショックとかがあって、うん、まあ、もう効かないと。しかも金融面でもブリックスが発展しまして、うんうんうん、もう、まあ、英米だけでやっていけないって話になってる中で、うんうんうん、まあ、イングランドにいつまでもくっついてていいのかって、うん、むしろ我々は別々の道を行くんじゃない、行くべきじゃないかって、うん、まあ、そういうもう本当に政治的にはもう別れるだけの理由がある。ただ単に北海道の人たちがなんか独立したいとかっていうのと、うん、いうの以上にあって、かつ歴史伝統もあってっていうところで、うんうんうん、まあ、ただその福祉国家重視で独立してもうやっていけるのかと、まあ、日本では身延統制が福祉重視なんだけど財政破綻したって一般に言われてます。で、まあ、それが本当かどうかっていうのはいろんな議論がありますけど、やっぱそういうふうに福祉重視で立ち行かなくなっちゃうんじゃないかとか、まあ、いろんな、まあ、そういう先行きに経済に対して、まあ、不信感というか懸念を抱く人もいて、まあ、それが独立反対論になっていると。なるほどね、うん、まあ、ですからその、ね、一般の住民がね、はい、そのどういった経済的利益を得るかというところの判断とはすごく難しいですよね、はい、そのいわゆるその、スコットランドのですね、いろんな、その鉱物なんかの資源ですね、はい、ああいったものが自分のものになるということで得る利益があるけども、はい、逆に、そういったイギリスから離れるということでですね、はい、その逆にそのなくなってしまう利益もあると、はい、そこのやっぱりその、損得勘定みたいなものをね、はい、冷静に考えなきゃダメだとかありますよね、はい、うん、やっぱりその、新自由主義っていうのはもう世界的な傾向だと、はい、まあ、それはもうアメリカもそうですし、はい、日本でもそうですしね、はい、まあ、ヨーロッパもそうだと思うんですけども、はい、まあ、そういったところで、そういったその、いわゆる欧米型の、そういった福祉国家的なね、はい、そういった政策をこれから立てていくというのはすごく冒険的な、はい、あの考えかなという気もするんですよね、はい、そこにどうでしょうかね、まあ、スコットランドは今も維持してそれを維持しているので、うんうんうん、あの今から新たに始めようってわけじゃないです。あ、なるほど、うんうんうん、やっぱり独自の財政、まあ、主権国家独立したとしてそれが維持できるかっていうのは、うんうん、まあ、賛否両論あるところだと思います。なるほどね、うん、
まあ、経済的にはいろいろとあるかもしれないけども、はい、まあ、逆に独立すると今までの路線をね、はい、そういった福祉国家的な路線は貫けると、はい、いうことになりますよね、はい、うん、ただどうですかね、そのやっぱりその、国があって住民がいるのか、はい、やっぱり住民がいてね、その国があるのかという、はい、なんかそういったね、卵が先か鶏が先かみたいな話になりますけども、はい、やっぱりその、その直接民主主義で独立しようというのはですね、はい、やっぱり住民のその民主的な行動をその大切にしてね、はい、それを第一に考えた結果ということになりますよね、はい、どちらかというと、まあ、世界 の、まあその潮流はね、そういった国の方のですね、なんか関与を深めてですね、はい、でなんか国が国民を監視してですね、はい、行くというようなそういった風潮になってきてるかなと思うんですけども、はいはい、そこら辺はやっぱり、その独立運動と関係してるんでしょうかね、はい、まあ、独立運動が、うんうん、まあ、例えばスコットランドで独立が勝てば、うんうん、まあ、スコットランド自身はその連合王国っていうのはあった中でのものなので、はい、まあ、それが直ちにじゃあスコットランド独立だから他の地域もうちらの住民だけで独立したいと言ったら独立できるかって言ったらできない、それはまた別の問題なんですけど、うん、ただそういったところに対する後押しにはものすごいなるとは、うんうんうん、そうですよね、今いろんな国で、はい、そういった独立したいという、ね、はい、運動がありましてね、はい、で例えばカタロニアなんかもですね、はい、今は最近デモでものすごい人が、はい、集まってですね、はい、その独立を、ね、はい、叫んでるというのがありますですよね、はい、やっぱりああいった運動に、まあ、今回 の、 その独立の住民運動が、はい、その最終的にですね、賛成で終わるのか反対で終わるのか、今のところちょっと拮抗しましたね、はい、どっちかわからない状態ですけども、もしも、それが反対派が占めたとしましてもね、はい、もう本当にどちらとしてもですね、本当にわずかの差だと思うんですよ、はい、まあ、そういうところでやっぱりその、賛成が勝つにしても反対派が勝つにしてもね、やっぱりその世界のそういった独立運動にね、はい、結びつくそういったの影響力非常にあるのかなと思うんですよね、はい、うん、ただその場合に、まあ、独立、うんうん、その二重基準にならないためには、うんうん、例えばソ連旧ソ連のグルジアのところにアブハジアだとか、はい、まあ、南オセチアだとか、はい、まあ、そういう国が独立ってしてるんですよ。今日本は独立認めません。でそこの住民の意識からすると明らかにグルジアから独立したいと思ってます、うんうんうん、ただそれはロシアが後押しして、うんうん、本当に戦争してロシア軍が出てきて、まあ、独立を維持している形なので、うんうんうん、まあ、西側としては要するにロシアが侵略グルジア主権国家のグルジアを侵略してその領土をかすめ取っていると、うんうん、今でいうウクライナの東部の地域と同じ情勢、うんうんうん、まあ、そういった国っていうのは、まあ、旧ソ連の権利はいっぱいあって、そのロシア人、その共和国内のロシア人が、まあ、一応勝手に独立ってして、ただ国際社会は認めないと、あ、なるほど、そういったところの独立っていうのも、うんうん、まあ、認めないと論理の一貫性にならないというところがあります、うん、確かにその独立といってもね、その、国のその地域の住民が独立したいというだけじゃなくて、はい、外国からの勢力が入ってきてですね、はい、それで独立を後押しするというパターンは結構もう世界中いっぱいありますよね、はい、やっぱりそこと今回は本当に違う、外国の勢力は一応ないですよね。ないですけど、ただ例えば陰謀論的な立場からすると、うんうん、ロシア資本が入ってるとか、そこだからもうさらにウクライナ問題と連動して、まあ、イギリスを弱くするためにロシア資本がスコットランドにいっぱい資本を入れてると投下してるとか、そういう話はあるので、そんな陰謀論的なあれはあるんですか、はい、それは初めて知りました、うん、なるほど、まあ、ただ一応、まあ、表面的には、はい、そういったことは一応あまり論じられてなくてですね、はい、まあ、実際にその、本当に住民のスコットランドの住民、はい、国民の意向で決まりそうですからね、はいはい、まあ、そういった意味では他 の、 その、外国の勢力が入ってきてというのとは違うと思うんですが、はい、まあ、とはいえやっぱり、その外国の勢力というのもその正式な、ね、形で動くわけじゃないですからね、はい、裏からね、その糸を引くみたいな感じでですね、はい、動いてるわけですから、はい、やっぱりその、どの国の独立に対してもね、はい、やっぱりその、これから の、その独立運動が、はい、その自我ともに、ね、変わっていくような形 の、その先駆けになるかなという気もするんですよね、はい、うん、なるほどね、はい、なんで、まあ、一方的独立になるっていう形、まあ、イギリス側としては、うんうん、まあ、反対しているにもかかわらずっていうところが、うんうん、まあ、大きく、もし独立したら大きくて、うんうん、で国際的に、まあ、話し合って、
まあ、住民投票やろうと例えば各当事者が決めて独立決めた、うんうん、例えば東ティモールなんかはそういう形ですし、うんうんうん、まあ、南スーダンなども国際的な合意によってなっていると、なんか関係当事者が全部合意しないと、うんうん、あの国境は変えてはならないっていう、まあ、それは主権国家の以来の、まあ、万国方向広報というか国際法の発想なので、うんうん、普遍的な、うんうん、まあ、そこからすると住民の意向だ、その地域の住民の意向だけで独立しちゃうっていうのは、うんうん、まあ、かなり大胆なことで、そうですね、まあ、他の地域にも影響は大きいです、うん、そうですよね、うん、やっぱりその国と 地域の関係、あるいはやっぱり国とそういった自治のね、自治をしている地域と住民の関係という、はい、やっぱり根本的な問題ね、ついてもう一度、再考するですね、はい、きっかけになるのかなという気もするわけですよね、はい、まあ、とにかく今 その国の体制というのはどこもですね、やっぱりその新自由主義的な影響が強いと、はい、その本当に大志向がね、はい、結構その国を動かしているところも結構あると、はい、いう状況で、そういったは別の勢力といいますかね、はい、本当に、ボトムアップで住民の力で、国を作っていこうというのは、はい、これはもう直接民主主義の本当に基本的なね、はい、あのそういった動きじゃないかなという気がするんですよね、はい、まあ、あの日本海賊党もですね、やはりその、ボトムアップな社会を作っていこうということでですね、はい、まあ、これはその、専門用語で言いますと軍法経済ですね、はい、あの群れる蜂の経済といった形でですね、はい、あのいわゆるそのトップからトップダウンでね、はい、その社会が動くじゃなくて、はい、そのボトムアップで一般の人たちがいろんな民主的なその過程の中でね、いろんなものを考えて決めていこうと、はい、それで、社会を動かしていこうと、まあ、そういったの思想を持ってますので、まあ、そういった意味でやはりその直接民主的にですね、その独立をして、はい、自分たちの国でね、いろんなその、社会システムを自分たちの考え通りにやっていこうと、はい、でもこれは素晴らしいあのことだなと、はい、あの海賊党的には思うんですけども、はい、その意味ではものすごいスコットランドの独立運動って、ね、意義がある、うんうん、あるもので、うんうん、まあ、さに今回のこの番組のリード文の中に、はい、まあ、日本では全然マスメディアが取り上げてないと、大きく取り上げてないって書いてありましたけど、はいはいはい、まさにアベノミクスで儲けよう、経済発展しようっていう日本においては、うんうん、まさにスコットランド独立なんていうのは嫌な話であって、ね、取り上げたくない話で、うんうん、まさにスコットランドの人たちっていうのはそういう福祉国家の伝統を受け継いで、うんうん、そのイギリス的なその金融のセンターとかそういう形で儲けるんじゃなくて、うんうんうん、まあ、まさにそのローカルな経済で、うんうん、福祉国家でコミュニティを大事にしてやっていこうという、うん、まあ、そういう試みなので、なるほどね、はいはい、で、あの、まあ、左派、まあ、だからそういった意味だと左派的なんですけど、うんうん、ただ独立になってる人はもう スコットランドの国旗を掲げていわゆるナショナリスティックな感じで、うんうんうん、そういう人とうまく左派が合体してるっていうのは独立運動の勢力が大きくなってるところで、あ、なるほど、ね、だから普通の共同愛と、うんうん、共同愛っていうのは共同を愛するから大資本なんかで自分たちのコミュニティ住民を大事にする、だから福祉を大事にしよう、うんうん、公正を大事にしようって話になると、うんうん、そういった意味でいわゆる、まあ、健全な保守というか、うんうんうん、本当にそういう形なんです。だから逆にリベラル派、うんうん、左派っていうのは、まあ、昔からインターナショナルな性格があるので、うんうん、そういう地域のそういう独立運動とかを、うんうん、ナショナリスティックだって言って批判するんです、うんうん、だからそれは労働党とかガーディアンとかそういう立場なんです、うんうんうん、だから本当に右左の対冷戦的な対決構造っていうのは、うんうん、組み交わった形で戦っていて、うんうん、逆にスコットランドの独立派から見ればそういう労働党とかという人たちっていうのも、うんうん、まあ、庶民の味方と言いつつ実は労働貴族的だったり、うんうん、本当にもう上の体制内批判派だったりとかっていうふうにしか見えないという、うんうん、だから本当に面白い対立軸ができる。そうですよね。だから、まあ、そういった意味ではその旧来のその左っていうね、はい、勢力と右っていう勢力のねそういった区分で考えじゃなくて、はい、もっとその新しいねその考え方、新しい勢力がその増えてきたと、はい、それが、結構その独立運動のね主流になっているということですよね、はいはい、今までの、左右の、その団体があるいは政党が反対するとかじゃなくて、はい、まあ、その地域政党というのはそういったものからもっと、一歩進んだですね、はい、そういったの政党でかなという気がするんですよね、はいはい、単なるそのナショナリズムとか共同のね、はい、共同愛に基づいた政党じゃなくて、はい、もっと新しい21世紀のですね、はい、なんか政党があの主導権を握ってですね、はい、今回 の、その、住民投票ね賛成派の方のリードを取ってると、はい、だからそんな風に見えますけどね、はい、
まあ、ちょっと日本の状況を見ますと本当になんかですね、はい、ちょっと日本は寂しいなと、はい、なんかまあ状況は全然イギリスと違いますけども、はい、なんかそのね、そういった地域政党で、はい、なんか頑張っていくというようなところもちょっとないですしね。ただまあ、うん、強いてあげるならば、まあ、大阪維新の会、まあ、今維新の党が、まあ、大阪にも本部を持つという言いましたけど、まあ、その維新の会が一時期躍進した理由はやっぱりその地域性で、逆に中央で、ね、まあ、それなりに勢力持っちゃったから、うんうん、あまり中央の政党変わらなくなったんじゃねえかみたいなふうに思われて失速したって面もあることはあるので、ただ日本でそういう大きな政治を変えるってことを考えた場合に、まあ、今我々のポジションっていうか、まあ、基本的に、まあ、左派の寄りのポジションになって、それはもう日本でやっぱり政府に対して文句言ってるとか問題意識持って動いてるっていうのは、まあ、左派の人が年的に多いので、それはしょうがないことなんですけど、ただ例えば維新に、まあ、一票投じたような人たちの思いっていうのも受け止めないと、そういう日本で大きな動きってならないと思います。あ、なるほどね、まあ、いわゆるその本当にあの日本におけるそういった、はい、あの地域的な地域に根ざした政党というのは、はいはい、まあ、本当に、すぐ思い浮かべるのは維新の会ですけども、はい、やはりそういったもっと、他のですね、そういった地域に根ざした政党といいますかね、はい、まあ、あの北海道の方には第一の党とかありますよね、はい、あのあるいは名古屋の方ではあの厳税日本ですか、はい、ああいったあの、まあ、地域に根ざした党がありますけども、はい、そういった党がもう少し力を、はい、その持つようになればね、あのそういった維新の会だけじゃなくて、いろんな各地でそういった地域政党がもっとその活発に、ね、動くようになれば、はい、だいぶまた日本の政治も変わってくるのかなと。変わってくるはずですけど、まあ、かなり減税にしてもポシャッタっていうのはそうならないと、だからやっぱり右も左も上から の、うんうん、その中央集権的な党がみんな残っている状態なので、なかなか難しい、はい、まあ、ただ、まあ、あの確かにそういった日本でも動きがあるし、はい、やっぱりスコットランドの動きというのは、はい、その日本にとってもやっぱり参考になる動きであると、はい、いうことは間違いないですよね、はい、大いに注目していくべきだと思います。はい、はい、分かりました。はい、まあ、今日はですね、大柴さんのね、まず第一声をですね、お聞きしたわけですが、これからですね、徐々にインタビューの模様とかね、いろんな討論の模様ですね、そういったものがあのこちらの方に送られてきますので、明日からはですね、そういったレポートを中心に、ね、あのお送りできると思います。明日また第3回を開始いたしますので、ぜひまた、ご覧いただきたいと思います。それでは今日はですね、これで、第2回の放送おしまいします。どうも林田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、皆さんこんにちは。これから、民主主義の胎動、スコットランド独立住民投票を追うという、そういった特集の第2回目を開始いたします。私は日本海賊党、暫定代表の須澤と申します。よろしくお願いいたします。隣にいらっしゃいますのは、希望の街